たら年金プラスね、いかに100万。それでこれから花が咲いてきたらこれを切って、それでここに誘引して花へジベレリンとフルネット入れたの、やって、それ2回目はフルネットなしでジベレリンで、そうしたらずっと大きくなります。ここ今いらっしゃる方はみんな地域の方々が、地域から福山からも来るよ、地元の人がだんだん年取って少なくなるけど月に1回朝市をここでできたものを売ったり、いろんな人が出店する。他が12、3店舗多いとか15店舗ぐらい出るんですよ。で大体500人から800人、明日宇都宮温度を取ってもらうけ。ああ、そっかそっか。明日ちょっと天候が。使ってる急行電はここと。その下がある。あ、そこか。そこの隣もそうです。うん、ずーっと。うん、おはだから。イチジクも植えてますから。こうどなたかが持ってるものをお借りしてみたいな。要は休耕地でね、山になっとったんですよ。あ、はい。で見たら分かるじゃん、あんな。やぶになってるのは。やぶになっとるのを開墾して四歩でやって、福山市から補助金もろうて、うん、でしてね。だからもう今自分らで年間回せるお金は稼げるようになっとるから、耕運機とかみんなしてますよ。うん、10年ぐらいやってるんでしたっけ。 10年以上過ぎた。団体でもう12年過ぎたけど、南工作会、ここは南地区っていうエリアですけど、はいはいはい、南工作会って373って書いて南地区、南地区って読ませて。なるほどなるほど。あ、うん、それをこうみんなで今、ま、豆なんかもそれ植えとるでしょ、スナップ、うん、あ、このね、手前のも全部。じゃあその会の収益にしてるんですか、こういう。そうです。あ、なるほどなるほど。いや、個人で取れよりへんですよ、うん、これだけボランティアやっても続かんから。そうですよね。だからね、うん、月に1回今日はお好みデーとか、今日はね、お花見デーとか、今日はピザデーとか、菓子は休憩はしょんですけどね、うん、でもうここで収益を上げるいうことじゃないんですよ。なるほどなるほど。耕運機なんかももう自分らで全部買うてね、うん、もうお金はそこそこ持ってますから、うん。でも耕作放棄地とはいえこういうやつとかって、うん、その平日、休日はもちろんそういうみんなで作業っていうのはあると思うんですけど、平日ってそうやっても作業しなきゃいけないじゃないですか、うん、それは地域の人は。いや、もう大体土曜日だけ。それは苗植えたら あっちが富士山が野菜のこと、うん、それでブドウとかあれとかいうのは私が出てドキドキしようとか、それは他の人もみんな手伝って。小川さんなんかでも先週3回ぐらいその豆収穫してもらって、生地店持って行って、あそこの商店へ売りに行ったり、売って、それだけでやっぱしね、何千円か収益になるんで、個人のあれじゃないからね。それで1年間を決算して、ちゃんと決算報告して、で今年はこういうんで頑張りましょう言うんで、ちゃんとしてますから。だから毎週必ず来ないけんいう制約はしてないんですよ、うん、だからだいたい今日来ていただいたのは毎回毎週来てくれて。団体さん何人ぐらいいらっしゃる。それはあれだったら15人ぐらいおるんですけど、だいたい10人前後ですよ。10人前後、うん、常備来られない、うん、もう本当のこの間最悪6人ぐらいだったね、高橋。あれがあれもだいたい休まんのだけど、やっぱし何かの用事があったらあるでしょ、うん、あ、広島へ帰ったよな、これで。なるほど。広島へ帰ったとか連休があるじゃん、うん、この間の連休は6人ぐらい。あ、そうなんだ。そういう日もある。ほいだけどそれはもう連休じゃけね、うん、里帰りするの人はどうぞ言う。だけどここ子供がゼロだったんですよ、うん、子供が。ほいだ移住とかね、今子供が10人。あ、増えてすごいですね、うん、だったっていうこと、うん、あ、第1号第1号が3人子供さん連れてね、小学校入る前に来てもらって、それまでほいだけ子供がゼロだったんですよ。ほいだからね、子供のあれじゃないし、設備じゃないしにね、ゲートボール場とかね作る言ったら、ゲートボールで老人のばっかしするわけね、うん、
町なんかそうでしょなあ、ゲートボールじゃ公園にしても立ち入り禁止とかね、ゲートボールでするけど、だけど子供の政策がなかった、だけどまあ今だけどそうじゃなくて、やっぱり子供が来てもらえるようなやっぱり設備も作っていかんとね、いかんと思いますよ。なるほど、だから要は子供の遊園地そこの南のとこもあるけど、そこへ漁協の分だけどそこへ公園作って、僕もよう写真で遊園地があるでしょ、沼久米ハローズの前あるでしょ、あれぐらいの分を作ったらね、みんな遊びに来るいうわけ、まあ海があるけ危ないけ、あのネットだけ張ってね、落ちんように海に、そういうとこやったら福山市の中でもこれだけ自然が残ってね、やっとるとこないですから。僕らの時の話だけ、この人もね地域協力隊なったけど、ね、僕らが最初みんな発想して民泊じゃ地域協力隊じゃいろいろこうやって出して、それでできることを一つずつみんなが責任持ってやる。だから空き家でも今あの70軒弱やって200人ぐらい移住してもろとるわけだから、それだけじゃなくてそういう活動もされてる、すごい、移住者すごい多いですね、多いんですね。だけ今、まあまあね、この南地区がね、あの言うわけじゃないけど、みんなよそから来たらここへ住みたい、南地区、給料で景色もいいでしょ、いやすごい景色、一番人気なんですよ。そう、皆さん多いです。73市だったかな。そうですよね。でもね、稲城さんの第2の稲城さんとか出てくるんですよ、ね、そうなんです、そうなんです、本当に強烈なリーダーシップがありそうな気がする、そうそうそう、そうなんです、まあ、でもどこもありますけどこの地域もそれですけど、一回みんなで集まって毎週も絶対やってるって、やってますね。午前中8時から12時まで、で、まあ、早く、あ、遅く来てもいいし、なんかこう、取るだけでもいいよとかね、こう野菜持って帰れるよっていう、あ、これすごいいいな、いや、この事例いいな、パタネさん、この事例いいっすよね。その耕作放棄地とかをこう開墾して、そのなんか育てて自社商品作って売っていきましょうみたいなのとかは多いんですけど、路線がちょっとなんかこう違っていて、みんなのこう交流の拠点になってて、継続するためにお金が生まれてみたいな、そうですね、ちょっと自分たちの楽しみにその収益をみんなで分け合って使うみたいな、なんかすごいそれが、なんかあのでしかも地域の方々と中と外の人がこう混在してるじゃないですか、そうですね、めちゃくちゃいいなと思って、夏か9月ぐらいにしようかな、なんかよくわからない、よくわからないですか、もうよくわからない、いやこれ 謎すぎますよねなんで個人みたいなやつ、そうなんですよ一人のなんかこう給食を祝ってるみたいな、うん、そうなんです。これは味が趣のある通りになっていて、多分青年団とかが昔寄贈していて、その山あり公園がこの上にあるんですけど、あの元小学校なんですよ。でここはまあお寺とか行く通りなんで、はいはい、人が一番多かったので、ここに多分時間が分かるようなものを置いたんじゃないかって言われてる、はい、言われてます。する調味料とかそういうものを、そういうところを抜けて公園がこっちに出てますね、はい、旦那さんがこっち向きの、はい、そうです、横綱の写真で、おじいちゃんばあちゃんもね、なんかこの人なの、はははは、じゃあ、嫁いできてここに嫁いだ、はい、そうですね、なるほど、すごい、いや僕ほんと宇都宮初めてで初めてでディープなところへすごい、もう皆さんとすごい、ここが2020年からこの近所に住んでる人たちでグループを作って再生した現在進行形です。すごい。
なんかすごい汚くなってる。いや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 。これだから花とか整備とかもだから地域の方々でみんなでやってるんですね。うん、はい、そうですね。ここもともとゲートボール場でもうすっごい硬いとこなんですけど、ここはみんなで作るコミュニティガーデンにしようって言って、いろいろ地元の造園やってる人がちょっと設計してくださって、ここの内海が昔再開捕鯨って長崎とか九州の方へ行って、うん、クジラを出稼ぎに行って、うん、帰ってくるみたいなことをしてて、結構主だった歴史としてあるんですけど、そのクジラの大きさを表現したこの芝生の山とかあ、これ真ん中のこれこれクジラをのなんか実寸大だみたいな感じで言ってて、こっちはそのクジラを取ってた網の目の大きさを再現した花壇らしいんですけど、そんな感じで。ここなんでゲートボール場だったやつをこれに変えようってなったんですか？もうする人がいないっていうので、ここは坂の上なんで皆さん上がってこれなくなって使われなかったんですよ。で、じゃあそれじゃあまあ憩いの場みたいなのにしていこうっていうことで。再利用したりしてて、こっち側もどんどん、じゃあ結構押そうとしたので木の伐採したりとか間引いたりとかしながら使える感じになって、僕らは食っていかなきゃいけないから、うん、食っていくための種銭と地域活動みたいにしないと、うん、多分難しいっていうのはもうこれは、うん、まあ当たり前ですけど、ね、うん、いや今日やっぱ来てよかった、うん、ありがとうございます。もう本当助かりました。今日は内海町に行ってまいりました。内海町ではですね、地域活動として例えば耕作放棄地を、まあ、みんなで守っていく管理していくような活動だったりとか、公園をみんなで作っていく活動とか、そういった、まあ、地域の活動っていうところに照準を合わせていろいろ視察をさせていただきました。まあ、地域を作るっていうことって、まあ、コミュニティだったりとか場を作るっていうことってすごく大切なことだなというふうに思います。こういった場があるからこそ地域の方々がどんどん関わっていってみんなで地域を守っていく、なんかそんなところをね、この活動を通じて学べたなというふうに思います。この経験をですね、いろいろ参考にしながらですね、企画を作っていきたいと思っております。はい、ということで今回は動画は以上で終わりにしたいと思います。ぜひですね、この動画面白かったなと思ったらですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また公式 LINE アカウントでもいろいろ情報発信をしていきたいと思ってますので、こちらも概要欄からですねチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。